この前やったテストを返していくぞ。はい、三条。三条は今回のクラストップだ。よく頑張ったな。え、そうなの？すごい。今回のテストかなり難しくなかった？あのテストでトップって。三条さん、いつも平均点くらいじゃなかった？すっごく勉強頑張ったんだね。そういうあんたはもっと頑張りなよ。今回も赤点ギリギリだったもんね。勉強？私にはそんなの必要ない。みんなの心を読めばね。人生イージーモード？心が読めるとどうなる？ねえねえ、どっちが似合うかな？こっちのピンクの。私的には水色の方が好きかもな。本当はピンクの方が似合ってると思うけど、水色の方かな。あ、やっぱり？三条、上がってる。こっち買おうっと。数日前、私は人の心が読めるようになった。最初は混乱したけど、今は天国。だって先生の心を読めばテストだって高得点が取れるし、苦手だった友達付き合いも相手が何を望んでいるかすぐに分かるし、この力さえあれば中学の時みたいにハブられることもないんだ。本音。もうやっちゃった。教室に財布忘れるとか最悪。みんな何を話してるの？あ、三条。大した話はしてないよね。そうそう。隠し事してる。ねえ、心の中見ちゃえ。それにしても最近の三条って本当に変わったよな。私の話？人によって意見コロコロ変えるし、八方美人っていうの？しかも察しも良すぎるもんな。心読まれてるんじゃねって思う時あるし、正直キモいわ。そんなこと思われてたんだ。三条さん、最近元気ないよね。うん、前までは友達とよく一緒にいたのに。最近はずっと一人でいるよね。てか、そろそろ休み時間終わるじゃん。ちょっと用事あるから出てくる。先生どこにいるかな。職員室見た時はいなかったし。あ、先生？先生なら図書室に。愛ちゃん、先生探してたの？そうだけど、どうしてわかったの？いや、なんとなくっていうか、勘っていうか。ねえ、三条さん、何か悩んでる？よかったら話聞かせてくれない？でも、信じてもらえないかも。別に、言うだけはタダじゃない？うん、話すだけで楽になることもあるから、ね。みんな…心が読めるって。いきなりこんなこと驚くと思うけど。心が読めるなんてすごいね。私が今考えてることもわかるの？信じてくれるの？まあ嘘を言ってるようには見えないしね。ねえねえ、私が今考えてること当ててみてよ。今日の夕飯はカレーがいいな。あ、でもナポリタンも食べたい。それともピザにする？いっそのこと全部とか。全部はさすがに食べきれないと思うよ。すごい、本当にわかるんだね。やっぱり夕飯はカレーかな。あかりちゃん、食べ物のことばっかり考えてるんだね。でもどうしてそんな力が突然。三条さんは力のせいで友達とこじれちゃったんだよね。その力、治す方法ならあるよ。本当？そうなの？どうやって？独身なんて不思議な能力、扱えるとするなら魔法道具か悪魔ぐらいでしょ。でも私たちは魔法道具を使った覚えはないし。ってことは、悪魔？確かに、それなら悪魔を倒しちゃえば三条さんの力は消えるよね。どうする？三条さん次第だけど。私は本当の友達。
マネージャーのメールだとこの辺に。あ、見てあれ。悪魔だ。やっぱり本当にいたんだ。あれ。あ、じゃあ三条さんはここで待っててね。その力私たちで元に戻してくるから。ごめんなさい。私やっぱりこのままがいい。え、どうして？さっきまでは乗り気だったじゃん。ごめんなさい。この力があったから友達に嫌われてるって分かったの。だからこれ以上傷つかないで済んだ。でもまた心が読めなくなったら嫌われてることすら気づかなくなっちゃう。それにこの力がなくなったところで友達と元に戻れるわけじゃないし。そんなのちゃんと言葉にして話してみないとわからないよ。でも私は心が読めて。心の中で思っていることはその人の全てじゃないって思うよ。そんなはず。確かめてみたら。ほら連れてきた。気にしてたのってこの子じゃないの？なんで？あんた三条さんのこと気持ち悪いって思ったらしいけど本当？はあ？愛ちゃん、そんな直球で。本当だよね。まるで心が読めるみたいで気持ち悪いってそう思ってたよね。は？何それ？え？心が読める？んなことどうでもいい。キモいって思ったのは三条がいつも私の顔色を伺ってることだよ。三条いつも私に意見合わせてたじゃん。そういうのいらないんだよね。でも人と意見が違ったらはぶられ。はあ、はぶられると思ってやってたの？ごめん。はあ、そんなことくらいではぶったりしないよ。ガキじゃあるまいし。それより私はありのままの三条が知りたいよ。ちゃんと三条が思ってること教えてほしい。隠してたのはごめん。三条のこういうところ嫌だなって思ったら私もちゃんと言うからさ。思ってること言っていいの？だから三条も言ってよ。嘘かもしれない。本当は心の中では私とは友達でいたくないって思ってるのかも。でも心が読めるから嘘じゃないってわかる。なんだ、わざわざ読まなくても聞いたら答えてくれたんだ。私もちゃんと言えばよかったんだ。あかりちゃん、改めてお願いしてもいいかな。私のこの力を消してほしい。うん、あとは私たちに任せて。でさ、また一緒に服買いに行かない？うん、行きたい。あの二人最近はずっと一緒だね。すっかり仲直りじゃん。顔色も元気そうでよかった。ところでさ、キモいって思ってたのなんで知ってたの？そんな顔に出てた？いきなりぶっこんでくるね。だって気になったんだもん。口に出してはなかったよね。あの時本当に心が読めてたんだって言ったらどうする？へえ、何それ、おもろ。もっと詳しく聞かせてよ。心の声が聞こえなくなったって。いい友達じゃんね。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。あなたも魔法少女になろうよ。